様でした。お疲れ様でした。おしゃ。朝とくて何をあるのご出演いただいていかがでしたか。めっちゃ楽しかった。うん。シンプルに楽しかったです。おお。勉強になりました。勉強になりました。そうか。今回クリスマススペシャルということで、最高のクリスマスと最低のクリスマス VTR 見ていただいたんですけど、いかがでしたか。最高は最高でしたよ。本当に。確かにね。これが正解かと。なんか、久しく、ああいうなんていうかな、凝ったクリスマスっていうか、そういうのをなんかしてないなって思うと、なんかクリスマスってそういうイベントだよなって。確かに、なんか世間はこういう感じで盛り上がってるのかな。そうだよね。なんかすごい客観的に見ちゃった自分がいましたね。したい、あのクリスマスしたい。うん、うん、なんか俺だってむしろあの最低のクリスマスの方すらも最高に俺は感じてました。いや、わかります。めっちゃ、あんなないっすよね、旅行行って、うん、最高、まあ、ホテル泊まって、そう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 、うん、あれを最低って言われちゃったらちょっと辛いものがあるなみたいな。男としては、男としてはね、はい、うん、ハードル上がっちゃうみたいな。お二人のクリスマスデートプランも出していただいて、お互いどうでしたか。まあ、いやいやいや、ちょっと待ってください。いや、アンケートの趣旨がすると俺だけ多分分かってなかった人。でも多分俺が本当に肩回しすぎたっていう。いや、まあ、それもあって多分多分同じこう、なんていうんですかね、同じこう表に乗れなかったって思った。はい、でこの番組にすごい出てたら、女性のこと喜ばせるテクニックめちゃくちゃあるんじゃないですか。そうかも。ちゃんと見よう。そう思いました、はい、勉強になりました、勉強になりました。最後にあざと連ドラ見ていただいたんですけど、うんうんうん、今回はその失恋するのと、あとは主人公が新しく男性になって、ね、はい、いかがでしたか。いや、俺もう今最も先が気になるドラマの一つです。確かに、そんなに読み込んで、うん、ああいう本当にこう多分みんなが抱えている恋の悩みみたいなのが、うん、あるあるなんでしょう、全部詰まってるよね、ありがとうございました。ありがとうございました。